こんばんは。ありがとうございました。改めてわかる？この画面だといや、わからんよね。もうまあ諦めてますからいいよ。うん、わからんやろ。もうね、もう諦めです。まあ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 、とりあえず、生徒さんありがとうございました。本当にいやちょっと余韻というか、もう疲れた疲れたって言ってあるか、なんかさ、生誕って疲れるよ、やっぱ。あのいい意味で楽しい、楽しい疲れだけど、なんかもうずっと緊張してるし、緊張っていうか、ずっと気を張っていなきゃいけないし、そう、喉がやばみです。私もなね、本当にさ、声出るか心配だったんですけど。ああ、え、誰、え、ヘルシアさん、タワーありがとうございます。あー、ありがとう。ねえ、いや、ファンの方たくさん来てくださってて嬉しくなりました。愛知のスピーチ心響いてありがとうございます。いや、なんか、いや、去年の生誕祭よりはちゃんと、まあ、まとめて話したかなって思うんですけど、そう、話したかなとか思ってたけど、あのでも、ああ、あれ話、あれっていうか、あのこの言葉言いたかったなみたいなこととかいろいろあったから、ちょっと、あ、そう、ネイルはねちょっと赤にしてたから、まあちょっとこの配信でもちらっと言えたら、まあ配信でねいつも言ってんですけど、まあちょっと時間の関係もあったから、まああれ、あれ以上長くなくてよかったっていう感じではある。よかったよかった。あの藤子くんが出れなくなっちゃいそうだったからさ、ねえ、おんさんありがとう。なあ、なにこれ、でかっ。え、アムくんさんありがとう。何これ、タワー新しい。ありがとうございます。やばい。あ、にゃおんさんもクマありがとう。野球のタワーかこれ、すごいね、ありがとう。いやー、ありがとう。そうだよね、よかった。藤子くん前回出れなかったからさ、出れて、まあよかった。自然な色で好きよ、ほんとね。何もわかんないね、気づかれないね、ほんとちょっと、ちょっとだけ透明感出たか出てないかわからん。なんかちょっと、なんか透明感欲しかったんですけどね、色相水系の無理でしたね。あ、プレゼントも届いたわ、本当に皆さん持ってきた。ちょっとまだ開封してないからさ、どうなんだろう、見たいんだよね。生誕祭打ち上げ参加してる人、何それ
い。さえちゃんがちらっと、さえちゃん最後来てくれたの、プレゼントくれたの、しかもやばい、ディオールのプレゼントくれた、やばいよね、なんだろう、見てないんだけど見たい。なんかさ、そう見て、最後来てくれて、さえちゃん、どんな色なの、いやブリーチしてなんかもうちょっと色素薄い系、そんなハイトーンにはする予定はなかったけど、ちょっと色素薄い系で、なんて言うんだろう、なんかちょっと若干ミルクティー感ある、ミルクティー系のちょっと色味入れたいなみたいな、なんて言うんだろう、オリーブミルクティーというか、カーキ、カーキミルクティー、なんかオリーブミルクティーみたいな、なんかね、そんな感じしたかったんだけど、もう失敗したよ。タイミングの髪色チェンジね、タイミングはさ、ずっとあれだったからさ、早く染めたいという気持ちでもう昨日染めちゃったけど、いやブリーチする気満々、ブリーチしたかった、髪痛むけどね、高いアイロン買っちゃったしさ、もうしようと思ってたんだけど、泣き、ブリーチしたのとは同じ料金じゃないよ、普通のカラーになっちゃった、結局普通のカラー料金に なったけど、私カウンセリングするして決めるっていうメニュー選んじゃってたから、そう、私がね、まあただただミスっていうあれなんですけど、なんかまさかできないと思わなくて、ブリーチが、指押しさん、なべちゃんさんありがとう、 BB さんもありがとう、違う新しいお店でしました、ブリーチしなくても色入るようになる、あそうなの、マジ、ツッキーさんありがとう、いやまさかあんなに綺麗に反応ないの、いやもう拍手ぐらいしてよ拍手ぐらいせえとちょっとさ、あんなことある、すごいよ、イルミナーカラー、あ長い、なんかいろいろなのあるね、イルミナーカラーいいんだ、ケースケース、ビービーさんありがとう、ゼロは逆に快挙、いやいやいや快挙快挙、ねえ、いろんなメンバーがいろいろ、私のことを書いてくださってて嬉しい、あ憂鬱なバラさんありがとう、ありがとうね、最善ど真ん中でも気づかんか、もうそれは気づかんわ誰も、それだったら、いや分かんないよ、ちょっと明るくなっていくかなこれから、もう若干ね、あ配信だとねちょっとだけ分かんのかな、そうね、はい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 、いやブリーチしたい気はしちゃうけどね、美容師さんありがとう、 BB さんありがとう、マックさんありがとう、のファンの方っていうか村民 T シャツ着てくれてる方がいっぱいいて嬉しくなりましたね、いや改めてファンの皆さん、あでも来てくれた
ね、たくさん平日なのに来てくださっていて本当に大喜びいたしました。 MJ さんありがとう。あーでもなんかどうなんかね、いやなんかやっぱ緊張はしたよ。やっぱチーム公演初めてだったし、やっぱ緊張はしたんですけど、楽しかったなっていう気持ち、楽しかった。まあ今日はそうですね、ユニットはちょっと新しいのをやらせていただいて、まあもうアクセルをさせていただきました。本当にでもやりたかったけど、まあでも生誕祭結構早い段階でやらせていただいちゃったので、なんか制服の目でさ全然できてなかった分いいのかなってちょっともう私やっていいのかなってこうそういう気持ちになっちゃってたんだけど、もうやりたかったから私がどうしてもやっぱ早くなんかなんて言うんだろう、やっぱりやることで経験にもなって成長にもつながるし、自分のやっぱやらせていただきたいなと思って、生誕がねもう新チーム2月から始まってばっかりですけど、もうねこの段階でもやらせていただきたのはありがたかったですけど、めっちゃ練習したんだよね。大ちゃんさんありがとう。自分で言うのもちょっとあんまりかっこ悪いけど、タータンさんありがとう、かっこいい。本当になんか練習したっていうか、あ大ちゃんさんありがとう。なんか結構な時間をかけたんだよ割と、まあコンサートのリハとかもありつつ、いろいろやることありつつも、やっぱ毎日自主練行って本当たくさんやったんだけど失敗しちゃいました。はい、すごい悔しかったんですけど、もうなんかまあでも本当にまあまあ楽しかったっていう気持ちが大きかったです。なぜかズッキーさんありがとう。なんか一人でやれる機会って、ま、本当ないから、楽しんじゃいました楽しかったミスっちゃったけど楽しいって最後にまあ思ってしまった。ズッキーさんありがとう。いろいろ、あ、じゃあ公演のこととかでも、まあ、自主練してたんだけど、目撃者も一からこう一応なんか練習して、でユニットもまあやってたけど、そうなんかね、これからそのアクセルやる機会そんないっぱいはないかもしれないけど、なんかまた次やるときはもっと頑張りたいっていう気持ち。谷川とかさん、あ、ありがとう。いっぱい何熊さん。けどもう初日に出せる力は出せたかなって思います。まあその反省点とかもいっぱいあるんですけど、もうまあ練習したので、また練習してやるときにね、練習してやります。また練習し直して、うん、はい、頑張ります。どうでしょうね、また近いうちに見れる可能性もなくはないなくはないかもねっていうことで、タータンさんありがとう、ベーコンさんありがとう、キドッチさんありがとう、谷川拓さん、あーありがとう、ありがとうね、いっぱい投げてくれてるよ。やあーまあね、悔いが残るあれと、はい、悔いが残ってないというのは嘘になってしまうが、まあもう
何もうさ最初にさ歌詞を忘れた時点で、いやなんか忘れちゃったのよもう、なんかもう笑っちゃうくらい情けないんですけど、情けなさすぎて笑っちゃったんだけど、終わった後なんかもう恥ずかしい、そしてやらかしい、あのなんかあのなんて言うんだっけ、ちょっと不甲斐ない姿をお見せしてしまって、ちょっとなんかかっこ悪くて笑っちゃうみたいな感じになって、なって笑いそうになっちゃった最後、まあ、最後っていうか楽屋戻ってきた時にちょっと笑いがもうなんでなのってなっちゃったんですけど、もうなんかねもう忘れんのよあそこ行くと、なんでなんだろう、うん、初めてだよあきさんの言ってることが分かったよ、なんかねもう全然リハでも普通になったんだけど、なんか本番になってあそこのセンターに立って一人だってなんかもうね忘れちゃう、あれわかんない、もう私私なんか違う、もう頭がもうねゼロになっちゃうの、なっちゃったの、怖いね本当、緊張だと緊張なんだけど怖かった、怖い、緊張で記憶が飛ぶんですよね。でもなんかどうなんだろう私アキさん、いやアキさんの血がね流れてるよ、私もちょっと、クロちゃんさんありがとう、アキさんの血がちょっと流れてます、同じとこ先週と同じミスすんのよ、アキさんとミスしちゃったの、本当にね憧れてますから緊張したな、気持ちいいなっていう気持ちはあって、その気持ちがいい、なんか一人でかっこよく剣をさばいたり歌って踊るのは楽しいって思ったんだけど、でもまあそこその後にあのその最初以外はミスらずに行けたんで、本当危なかった、本当に危なかった、旋回収が早い、なんかね呪われてんのよ、だからいやわかんない、他の人がやったら全然いけんのかな、私とアキさんやっぱちょっと似てる部分、なんて言うんだろう、気持ちの面でね似てる部分はあるかもしれない、そのなんて言うんだろう、アキさんは偉大な人なんですけど、なんか私もちょっとだけなんか気持ちが分かる ところもあったり、そう私も結構やら、私は結構やらかしちゃうので、にゃおんさん、ビビさんありがとう、成長していきますこれから、さらにね頑張るぞ、ミラボズッキーさんね、うちはミラボなのさね裏可愛いデザインで表すごい、あねパンフレット見てないんだけど、パンフレット欲しかった、パンフレット、パンフレット欲しかったな、というかパンフレットの全面を送ってください画像で、あ、高っぴさん、おいミラボタワーすな、ミラボタワーすな、 TD の地飛ばしてない素振りで続けるのが最善やから、そこは素晴らしいと思う、いや何してたか私もう覚えてないんだよね、もうなんか飛んじゃいました全部、何を何も記憶にない
あミスった、なんか箸忘れた、以外も忘れちゃった、何も覚えてない。もうやだ。もう生誕祭ってすごいな。生誕祭ってすごいな。本当にでもファンの方がねたくさんお祝いに来てくれる、くれたの嬉しかったです。DMM でも見守ってくださってた方もいっぱいいてね、ありがとう。福清さんありがとう。国翔さんありがとう。マラソン特集。あマラソンパンね、ナッピさんに言われたんだよね、なんかマラソンのパンフレットみたいな、マラソンのパンフレットやんみたいな言われて、え、な何がですかって、そういうことね、そういうことなのね。ドゥ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 いや、なんか余韻ですね。まあ生誕祭となるとやっぱ ベルナンプさんありがとうございます。ちょっと待ってね、あーでもスピーチはどうだろう、伝わってたかな、伝わっていた、伝わったかな、スピーチ。なんか自分のことあんま話せなかった気がするんだけど、自分のことあんま話せなかった気がして、ちょっとあれだけど、まあでもうーん、自分のことは、まあそうだね、まあ自分のことはショールームとかでいつも言ってるあれだから、まあちょっといつも なんて言うんだ、グループの応援してほしいなってすごい思うね。なんかこれからも好きでいてほしいなって、そのグループのことも思う、うん、っていう気持ちが強かったから、うん、そういう話をまあさせていただきました。うん、鍋ちゃんさんありがとうございます。まあ個人でのことはまあ私はもうとにかくファンの方がの楽しんでもらえることをやっぱ考えていきたいっていうのがやっぱ、まあ、自分も楽しいのが一番です。自分も楽しい、ファンの方も楽しませるられる、そういうことをしていきたい。私はこういうグループにいるとやっぱどうしてもね、なんかできないこととかねたくさんなんかあって悔しいんですけど、そういうのもなんか縛られる時もあるんですよ。ターさんありがとう。でも動かないと、誰かがこう動いていかないと
始まらないですから何も。そう、だからやらないで後悔するよりはやって後悔した方が私は本当にいいと思うから、もう失敗してもなんかガンガンちょっといろんなことにやって行動していきたいなっていう気持ちはある。サオさん、タカピさんありがとう。うん、そうだね、なんかまあちょっといろいろまだまだヒヤヒヤさせちゃったりすることもあるとは思うんですけど、失敗する時もまあもちろんあるとは思いますけどね、まあそういうのも含めてちょっと楽しんでもらえたら、ファンの方には楽しんでもらえたら嬉しいなっていう気持ちです。私はダルさんありがとう。愛知の魅力に現役復帰してしまった、ありがとう、嬉しい。大ちゃんさんありがとう。なんかね、ズッキーさんありがとう。まあだから本当に私は、うん、まだまだのまだまだなんか大きいこと言えるような人じゃないのは分かってるんですけど、そうなんかもっと認めてもらえるくらい大きな存在に なりたいっていう、個人としてね、個人としてはそういう願望もあるし、少しずつやっぱ外仕事とかも愛知になら任せられるってこう思って、少しずつだけど思ってもらえることも増えてきたので、やっぱそういう仕事もやっぱね、グループのために頑張りたいし、一個一個ね、一個一個やっぱ全力でやっていかないとつながんないかなって。キーボーさん、タータンさんありがとう、思ってます。おい、デザートどうぞ楽しんでんじゃないよしっかり楽しんでん、いいね、いいですね。私はもうお疲れ様かよ、もうできるようなあれじゃない、明日もリハがあるし、いいね、楽しんでますな。プリンデーじゃないのよプリンデーじゃないの、うん、今日お腹空いたな、ちょっと。ご飯を食べる時間が全然なかった、お腹空いたなって思うけど、のりさん、通勤休校さんありがとう。結構でもファンの方、にゃおんさんありがとう。ファンの方たくさん来てくれて嬉しかったな。大事なものは何もない、生誕祭初めてやった、いや初めてっていう人もいたんだよね。いや嬉しかったよ、やっぱ DMM でも見てくれた方もね、いたしさ、
なんだっけ、なんかさあ、そう、お手紙はみーちゃんからという、もうなんともありがたい、みーちゃんに私書いて、みーちゃんからももらって、おか交換子だよ、ありがたい。なんかね、私はみーちゃんのね横にいてたらちょっと安心するっていう、なんか喋らなくても安心できるっていう、なんかみーちゃんって言いたくなっちゃう感じ。そう、みーちゃん嬉しいですね。みーちゃん直筆のお手紙を書かないと、交換子。うん、嬉しいですな。一緒のチーム嬉しいで。さえちゃんに抱きついてた。そう、さえちゃんにで待ってくれてたのよ。一緒に出たかったけど、でも嬉しい。生誕祭ほんまよかった、ありがとう。わざわざ遠くから来てくれて。赤ティーね、目立ってたね、みんな結構やっぱ。今年も生誕祭当選してよかったねえ、ほんとみんな来てくれて、いやほんとね。でもはなんか半分半分ぐらいかな、昔からいてくれてる人と新しい方とで半分半分くらいかな。また劇場ね、来てね、ほんとまた劇場来て、来てください、ほんとに。え、向こうで来ていいよね、いいでしょ、楽しい時間。ありがとう、ありがとう。赤い人多かったです、はい、嬉しい。私の生誕だから来てくれてる方もいたと思うけど、コールもいっぱいで感動したし、東京から来てます、ありがとう。ほんとわざわざね、新しいファンの方たくさんいるよ、と感謝だね、ありがとう。なんかファンの方に会えて嬉しかったよ、やっぱ。帰り着きました。本当みんな気をつけて、まだ帰れてない人気をつけて帰ってね。うん、地方民ね、うん、DMM まで見守ってくれてるのはありがたいですよ。本当来れる時に来てほしいよ。どうせすごいよ、マジですごいね。うわ、月一で、うう最高。コールありがとう、ほんとね。はあ、私どうなんだろう、みんなから見て私は成長できてんのかな。成長できてると思う？みんなからのあれは分かんないけど、成長ね、もう私はできすぎくん、本当にできてる？あ、ちょっとマイク、いや本当、まあこれからも私はファンの方の、ファンの方をやっぱ大切にしていく、そこは変わらず、ファンの方を
だけをこう信じてというか、私のことを好きで愛情を持ってくれてる方をやっぱ大切にしていきたいし、そういう方々をみんなそれをもう本当にありがたいので、もう、応援してくれる方を信じていきたいなっていう気持ちで、そう、まあ私はね、どんななんかいろいろあるとは思うけど、私のそばで見守っててほしいというか、支えていてほしいなって思いますね。ずっとついていく、本当かい、ダンス上手くなって本当ありがとう、嬉しい。なんか本当みんなのおかげですからね、何もかも。私がこうして活動できてるのはみんなのおかげで、なんだろうな、やっぱいろんなねメンバーいっぱいいますから、本当にを応援してくれてるっていうこと自体ね、ありがたいことで、すごいことだなって思うんですけど、私も行動、これからも行動していきたいし、いろいろとね、ファンの方とやっぱ私は一個一個目標とか夢とか、その嬉しいこともつかみ取っていきたいなって思ってるので、結婚しておい結婚前の方にみんないて笑っちゃったモブキャラ知ってるよ、前の方にみんななんかこういてびっくり、メンバーを家に入れてくれる、いや入れたい気持ちは山々なんだけどさ、そのメンバーが来る、なんか私さ、なんて言うんだろう、なんか理想の部屋じゃないんだよね、理想の部屋っていうか、私はめっちゃこだわって部屋作りしたいんだけど、なんかもうそのままこっちに福岡に来て、そのままなんかなんて言うんだろう、もう初期のやつっていうか、もう仮みたいな、仮じゃないか、まあなんかとりあえずみたいな感じでさ、いろいろさ家具とかさ全部いろいろ時間ない中選んじゃったりしてからさ、もっとこだわった部屋作りをして呼びたいのよ私は。そうだし、普通になんかそう納得いく部屋じゃないので、あのそう、なので引っ越した時に呼びたいなっていう気持ちはある。だからちょっとね、だからタカちゃんかも、ありがとう、いずれね、なんかもうちょっと全部可愛い部屋とかにしたいんだよね私的に。そう、でもしかもまあなんかお仕事行って劇場帰ってきて、家、あ、劇場行って、
帰ってきて、もうこの3個をね、行き来行き来、仕事場と劇場と家を行き来で、ちょっとなんか、うん、時間が欲しい、ね、時間っていうか、そのさ、いろいろさ、お家とかさ、あ、部屋とかさ、こうやって大改造とかするのも結構時間かかるじゃん。だからね、時間があればね、あれなんですけどね。まあ今日はとにかく私はもう疲れちゃった、余韻に浸りたい。クイショウさん、ありがとう。理想の家具揃えようか。いや、揃えたいよ、揃えてください。家具送れるようになってほしいな。いや、持って帰れないけど、全部なんかちゃんと決めてあれしたい。いやー、生誕祭終わったな。どうだったかな、ちょっと本当なんか、まあ、ファンの方に届いててほしいという。葵ちゃんさん、ありがとう。ズッキーさん、すみません、ファンの方に届いているなら、それはそれでもう安心、それでいいんだけど、ファンじゃない方にとってもなんか少しでも響いてたらというか、となんか理解では気持ちを、こう私の気持ちというのが届いてたら、まあすごい、それが一番嬉しいけど、なんかでも私もまだ自分のことをさ、なんか全然自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃうことも多いので、まだね、多いっていうか、そういう日もあるし、そう、まだまだなんですけど、私は。ありがとう、葵ちゃんさん。 HKT が熱くなりたいのでよろしくです。だよね、私もわかる、熱くなりたいよね、みんなで。個人個人ではさ、いろいろあると思うよ、メンバーいっぱいいるからさ、嬉しいこと個人個人ではあるかもしれないけど、グループとしての嬉しいことも増やしていきたいよって私は思う。 PKS さん、ありがとう。もうそのためにはやっぱファンの方の、そうだし、ファンの方の力も必要だし、メンバー一人一人の頑張りもう必要だけど、まあね、そこはメンバーだけじゃどうにもならないとこも正直あるから難しいんですけど、もう何もやらないのはね、何も生まれないのでね、本当にグループのためになるのかは分からないけど、いや、小さなことでもこうやってみることとかは大事なのかなとは思いつつ、うん、楽しいこと、面白いこといっぱいみんなとしていきたいなって思います。私は、おいちゃんさん、ありがとう。面白いこと、楽しいことやっぱね、したいよ。なんか、なんて言うんだろう、心がね、ワクワクするようなこともやっぱしたいよねって、したいし、私はもうたくさん失敗して成長していきます、これからも。渋谷さん、ありがとう。だからまあ失敗するたびに何かね、失敗したり悔しいことが、もう本当に悔しがり屋なので、悔しいことがあるごとになんか結構落ち込むけど、
まあ慰めてください。ファンの方だけは慰めて、本当にファンの方だけは慰めて、甘えんなよってなるかもしれないけど、ファンの方しかもう頼れませんから。サイヤ人だよ。ファンの方だけは私のそばにこう寄り添っていてほしい。そういうのがあるからこそ私は行動できてる部分はあります。正直みんながついてくれてると思うから行動できたりしてるから、本当みんなの、これからもみんな私の周りにいてほしいなって。あみちゃんさん、客割りの部分多いけどさ、そういうのも含めて好きでいてほしいなって思うよ。もっと私はだからなんかそういうグループの中でももっと引っ張っていけるくらいの大きい存在になれるように頑張るね。そういうふさわしい人になれるように努力しなきゃなってこれからも思います。まだまだ私は成長できると思うので、まだまだもっともっと頑張っていきたいなって思いますので、どうか22歳もよろしくね。いやーみんなありがとう、本当に一人一人がついてきてくれてるおかげだよこれは。もう本当に本当だよこれは。もうファンの方に媚びを売ってるとかそういうのでも何でもなく、一人一人がこう私にこうついてきてくれてるのがわかるから、これからももっと何かね、もっとみんなで大きい村にしていこう。ね、ヘルシアさんありがとう、本当にみんなの力が私の原動力だよ。ではランキング見ます。13位あおいちゃんさん、12位 MJ さん、11位ターさん、10位クロちゃんさん、9位なみのりだいちゃんさん、8位にゃおんさん、7位くにしょうさん、6位ズッキーさん、5位たったんさん、4位ヘルシアさん、3位あむくんさん、2位谷川やとくさん、1位たかっぴさんです。ありがとう。確かにちょっとよろしくね、ちょっとね、てっぺんの方がちょっとね抜けやすいのあれだね。もうまあいいか、ちょっとね若干ね、若干ちょっともうちょっと抜けるでしょ今後ね。コリラさんありがとう、皆さん生誕祭本当にありがとうございました。そして DMM でもありがとう、来てくれた方ありがとうね、みんなありがとう。22歳は22歳もやっぱ楽しませる気持ち、楽しむ気持ち、どちらもこう忘れずに頑張っていきつつ、ありがたい感謝の気持ちも忘れず、おめでとうありがとう。